岩田さんは出演のみの発表で役柄含め放送で明らかになるところが多かったと思います。冒頭のこの接見室のシーンで向かいに座られていたのが岩田さんというのもかなり衝撃的でした。このかなりインパクトのあるシーン、飯田プロデューサーはこのシーンをやりたくてこのドラマを企画したと言っても過言ではないというふうにおっしゃっていました。冒頭から引き込まれるこの3分半のシーンでしたが、実際に長谷川さんのお芝居に対峙して感じたことありますか？そうですね、本当に性不良の差がすごいなと、思いまして申し訳ない気持ちになりましたね。あとやっぱり昨日のオンエアが終わった後に友人何人かから連絡もらって「やったの？やってないの？」すごいこれを聞かれましたね。ただまあもうちょっと待ってくれと、はい、とだけ言わせてもらいました。皆さんも世界観に入り込んでいるということですね。ありがとうございます。続いて木村さんは長谷川さんと同い年で意外にも共演は初めてというふうに伺ったんですが、長谷川さんはどういった方ですか？先ほど隣で座らせていただいて皆さんと一緒に拝見してたんですけれども、何でしょう、とても隣に一緒にいると落ち着くという。静かな情熱が燃えてらっしゃる方だなと。でまあもちろんこの同世代なので、まあ、見てきたものやいろんな話はやっぱりとっても合うので、とってもお話ししてると楽しいですし、まあでもなんか受けた印象は静かにメラメラ燃えていらっしゃる方だなっていう印象を受けております。そういったところは秋住と重なるところもあるのかなというふうに。秋住はもっと悪魔みたいな瞬間が実はこの先ちょっと長く同じシーンがあって対峙して裁判のシーンがあったんですけれども、はい、ふとたまに見るともう悪魔みたいな秋住が悪魔みたいな顔をしてる時があって本当に怖かったです、見てて。はい、そういう一面もございました。ありがとうございます。はい。